バブルカーは、超小型自動車の一種。故障の由来は、小さな車体に対する大きなキャノピーがバブルを連想させることから。メッサーシュミット KR200BMW 移設タ、ハインケルカビーネ富士自動車、富士キャビンこの種の車両は、ヨーロッパ各国で1940年代末期から出現した。第二次世界大戦の戦火の影響から困窮が続く中、航空機や、 兵器などの軍事企業の民主転換策や、新興企業の自動車業界参入が図られていた、ドイツやイタリア、フランスを中心に、周辺の中小国でも生産された。1920年代以前のサイクルカーの流れを組む、極めて小さく廉価な簡易自動車である。イソ、BMW イセッタメッサーシミット KR200 などが代表例として知られる。最低限の装備、 機能しか持たないため、ほとんどが三輪車であったり、ドアの枚数が削減され、通常の自動車では想定されない、ドアレイアウトを持つなど、特徴的なデザインを備える。メッサーシュミットは、雨を避けることができるスクーターとして、発送されているため、カビネンドーラーと名乗っていたが、これが広まって、バブルカー全体を指す言葉として使われることがある。バブルカーの特徴として、 配線で軍事を失ったドイツ等の元航空機メーカーに多数参入事例があり、シンプルな中にも航空機技術で培った最先端技術が盛り込まれていたことが挙げられる。流線型の導入やプレス加工技術の採用、タイヤの小型化など、全世代のサイクルカーと比較して大きく進歩を遂げていたことも特徴である。定員は2名か、運転者1名以外に子供2名程度であった。 エンジンはコンパクトで、軽量、簡易、かつか負荷に耐えるという条件から、強制空冷単気筒エンジンが多く、2ストロークエンジンが主であった。一部には2気筒タイプなど、例外も存在した。排気量は、各国の税制にも影響されたが、一般に 150cc、400cc 程度であった。自社エンジンを持たず、ザックス等のエンジンメーカーから、汎用エンジンを購入して搭載する事例も、 まま見られた。元航空機メーカーならではの軽量化や空気、抵抗軽減が図られていたこともあり、小型エンジンゆえに加速性能こそ低かったものの、当時の交通速度に適した70時速 100km 程度の速度には到達できた。1950年代にはヨーロッパの経済復興が未だ進展していなかった事情も相まって、 これらの簡易車両にはヨーロッパの大衆層から一定以上の需要があった。ことに1956年のスエズ危機に際してエジプトに賛同したシリアがペルシア湾から地中海に抜ける原油パイプラインを封鎖、当時ペルシア湾の石油に依存していたヨーロッパ各国が重大な石油危機に陥ったことでヨーロッパ各国では経済性に優れたミニチュアカーが一時的に普及した。 その後石油が再び安定供給され、多くのメーカーが 500cc クラス以上のきちんとした四輪自動車を安価に製造することができるようになるにつれ、安全性や居住性に劣るバブルカーは市場競争力を失い、1960年代前半までにはほぼ衰退した。もともと安価で簡易な構造の車両のため、現存数は極めて少なく、 またその独創的なデザインから、現代では愛好家間で高額で取引されている。イギリスの自動車メーカー BMC の経営者、サー・レオナード・ロードは、スエズ基金を、イギリスの街に大量に走り出した、ドイツ製バブルカーを見て、自動車としての不十分さを嘆き、それらに対抗できる小型車の開発を、社内技術者、アレック・イシュゴニスに命じた逸話がある。イシュゴニスはこれに応じ、 小型全輪駆動大衆車の傑作ミニを作り上げた。ありがとうございます。